ディアナ・ダービンは1930年代から1940年代のハリウッド映画で活躍したカナダ人の女優、歌手である。ダービンはカナダ中部のマニトバ州ウィニッペングで生まれた。両親はイギリスランカシャーからの移住者で姉が一人いる。1935年14歳のダービンはメトロゴールドウィン・メイヤーと契約し、名前をディアナに変えた。そして、 もう一人の契約者、ジュディ・ガーランドと共演の短編映画、アメリカーナの少女でデビューした。ところが、ダービンは、間もなく、MGM との契約を解消された。ハリウッドの伝説では次のようなことが言われている。スタジオの重役ルイス・ビー・メイヤーは、若く未完成な女性の歌手が二人も必要だとは、思わなかったので、太った方を追い出せという指示を出した。 部下のアーサー・フリードは、ダービンのことだと思い、彼女をすぐ首にしたのだが、実はメイヤーが追い出すよう指示を出したのは、ガーランドの方だったというのである。また、アーサー・フリードは、キャスティングカウチで悪名高く、当時13歳のジュディ・ガーランドとも性的関係を持っていたことも、理由として挙げられる。ダービンは以前、白雪姫のオーディションを受けたことがあるが、 大人っぽすぎるを理由に落選してしまったことがある。ダービンはすぐにユニバーサル・スタジオと契約を結び、初の長編映画、天使の花園に出演。この映画は大成功を収め、当時破産寸前だったユニバーサル・スタジオを危機から救い、彼女はユニバーサルのトップスターになった。続いての主演映画、オーケストラの少女はメガヒットになり、ダービンは 世界的に有名になった。この映画ではバレリーナのジェイン・バーローがダービンの吹き替えを踊った。この作品はアカデミー賞の5部門にノミネート。1938年には1935年のシャーリー・テンプルに続きミッキー・ルーニーと共にアカデミー賞特別賞を受賞した。ダービンはポピュラーソングからオペラのアリアまで何でも歌いこなした。 ダービンは少女映画から長じてはラブストーリーに次々と出演。マネーメイキングスターの10位までに入ったことは一度もないもののキャラクター人形やグッズが売り出された。アンネの日記の著者アンネ・フランクは第二次世界大戦中に隠れ家の自分の部屋の壁に女優ダービンの写真を貼っていた。隠れ家はそのまま保存されており、ダービンの写真は 現在もそのまま貼られている。ダービンは1941年に20歳で女監督のボーンポールと結婚、1943年に離婚した。1945年にドイツ出身の脚本家で映画プロデューサーであるフェリックス・ジャクソンと再婚し、娘を産んだが、1949年に離婚。ゴシップコラムニストのヘッダ・ホッパーは、 ダービンが俳優のジョゼフ・コットンと不倫関係にあったと発言した。しかし、このスキャンダルはコットンが彼の自助伝に書いたように全くの事実無根だった。ホッパーの発言の根拠はダービンもコットンも仕事絡みで別々にスタジオで人を明かしたことだけだった。彼らは翌朝スタジオの食堂で顔を合わせるまでそのことを知らなかった。コットンはホッパーのデッ上げに起こり、 ハリウッドのイベントでホッパーが椅子に座ろうとした時彼女の椅子を蹴り倒したその光景を見た観客からは自然に拍手が湧き起こった1940年代半ばダービンはもっと洗練された役柄を求めたそしてフィルムノワールクリスマスの休暇で本格的な人間ドラマに挑戦し影のある女を演じた続いて レディー・オン・ザ・トレーンではミステリーにも挑戦した。しかし世間は以前の映画での愛らしいダービンを求めた。ダービンはイメージチェンジを諦め、以降はまたラブストーリーに出演するようになった。ダービンはレディー・オン・ザ・トレーンのフランス人プロデューサーであるシャルル・ダビッドと結婚後1950年に引退。二度と芸能界には戻らないと誓ってフランスのパリ近郊の 小さな村に移住し、ダビッドとの間に生まれた息子を育てた。それからもダービンには、多数の出演オファーが寄せられ、中には、マリオ・ランツからの依頼も何度かあったが、彼女はマスコミから完全に姿を消した。ダービンは1983年に一度だけ受けた、映画史研究家のデビッド・シップマンの短いインタビューで、彼女のプライバシーの権利を断固として主張している。 2013年4月末、ダービンの息子が解放し、ザ・ディアンナ・ダービン・ソサイティで、ダービンの死去を発表した。亡くなった日付や死因については不明。ただし、死亡日を4月20日とする資料や3月31日と、する資料もある。ディアナ・ダービンの名は、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの星に刻まれている。ありがとうございます。